斜里町に設けられている献花台、今日も地元の人が花などを手向けました。もうなんかね、悲しくて、やりきれないです。ご家族の人に対してでも、また社会的にもやっぱり責任をちゃんとね、果たさなきゃいけないと思いますよ。また2年前に観光船カズワンに乗ったことがある男性は、いろんな会社乗ったけど、やっぱり一番危ないところまで行ってくれるのは沈んだ船、安全というリスクを冒して一番運航したいなとは僕は思う。今日の斜里町は霧が立ち込め、風も強くなり、漁船は港に停泊していました。午前7時過ぎです。これから悪化する天候に備えて、漁船や観光船などは今日の捜索を中止し、港に残ったままとなっています。地元の漁船や観光船による行方不明者の捜索は中止となりました。しけて出れなくて捜索行けないことにはどうもなんないですけども、やっぱり一日も早くね、見つけてあげたいですよね。金曜日あたりからね、すぐね、また再開できればいいんですけどもね。乗客乗員26人を乗せた観光船カズワンが消息を絶ってから5日目。海上保安庁では今日も自衛隊などと協力して、行方が分かっていない15人の捜索を船舶12隻と航空機7機、潜水士5人で続けています。知床半島羅臼側の海域を海上保安庁の巡視船が捜索をしています。さらに知床半島と北方領土国後島との間にある中間ライン付近まで捜索範囲を広げましたが、依然有力な手がかりはなく難航しています。なんでこんなに遅くなったんですか？説明は。なんで遅くなったんですか？報道陣の前に姿を見せ、急いで移動する運航会社の桂田社長。午後から家族への説明会を予定していました。今、社長が会見場の中に入っていきました。記者団の質問には答えない状況です。乗客の家族から強い要望が出されていた説明会は、当初1時間の予定でしたが、大幅に超えるおよそ2時間半行われました。これは事故の3時間ほど前に撮影された映像。観光船カズワンと見られます。岸壁に沿うように運航している様子が確認できます。この船をツアーガイドの男性が目撃していました。船を撮影した場所まで特別に案内してもらうと、船の方もこの滝を見に来るんで、我々がここでこの滝を見てるときにちょうど向こうから船が入ってきましたね。試運転、ね、あるいは新しいスタッフに仕事の内容を教える練習かなと思ったんですけどね。で、念のため双眼鏡を出して覗いてみるとですね、キャビンの中に白いマスクした人がいっぱいいて、お客さん乗ってる。後ろから見るとね、救命胴衣がオレンジ色のが3つぐらい見えたんですね。だから少なくとも3人は後ろに外に乗ってた。観光船が運航していることに違和感を覚えましたが、船の様子は普通通りだったといいます。今日までに11人の死亡を確認。このうちの3人は香川県の川口洋介さん40歳、千葉県のぬで島優さん34歳、東京都の加藤七子ちゃん3歳と判明しています。香川県から休暇で知床を訪れていた川口さん、その元上司は、非常に今は信じられない、そういう気持ちでございます。非常に真面目で仕事に向き合っていくタイプです。普段は穏やかで物静かな、そういう性格でございました。先ほど鈴木知事は、二度とこのような悲惨な事故が繰り返されることのないよう、国土交通副大臣にお会いをいたしまして、再発防止に向けた事業者などへの指導などについて要請をさせていただきたい。
鈴木知事は明日知床に入り、捜索活動に協力している漁協などに激励に入るほか、乗客の家族と面会する予定だということです。やり場のない関係者の思い、行方がわからない15人の一刻も早い救出が望まれています。